Let the free show begin. ヒップホップ DNA パネル、今回のゲストは満を持して JP ザ・ウェイビーさんをお迎えしました。お願いします。ありがとうございます。もう大活躍の1年ということで、でこの回が2021年の我々ヒップホップ DNA パネルの最後のゲストとして、ウェイビーさんに来てほしいっていうのをちょっと私の方からですねグイグイとお願いして、今日は無理くりお越しいただいたっていう感じになりますので、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。でも、まあ、今もちょっと言いましたけど本当に大活躍の1年だったなというふうに感じていまして、今年すごく印象に残っている出来事っていうのはありますか？でもやっぱ Y 好きなのかな、でもなんか曲作ったのは、はい、あれ今年じゃないのかな、ちょっと前なのかな、だからなんかあんま不思議な感じなんですけど、でもまあ一番大きかった出来事は Y スピースかね。なるほど、まあ、武士道というトラックで、ワイルドスピードの最新作のサントラにも参加しましたが、なんかどういう経緯でああいうことになったんですか？どういう経緯でああいうことになったんだろう俺が知りたい気づいたらみたいな、はい、マジか。でも FKI のビートでラップしてましたよ ね、はい、FKI って何度か東京にも来てたことがあると思うんですけど、別にその時仲良くなったとかそういうのでも、全然そういうのじゃないです。武士道っていうタイトルがこれまたなんかこう映えるなと思って、はい、なんかそういったアイデアとかもこうなんかどういう風に曲として作り上げていったのかなと思って、あんま覚えてないかも。マジで、はい、なんだろうな。でもなんかやっぱその日本っぽさとかをなんか分かりやすく表現しようみたいなテーマは、ざっくりとしたテーマはあったかもですね、はいはい。なんかどういう時にわこのワイスピのサントラに参加してなんかすごかったなっていう か、 なんかどういう時にそのデカさを感じますか？あんままだ実感してないかもですね。そうですか。でもまあライブとかやって、みんなすごい盛り上がってくれると、はい、あ嬉しいなって普通に思うんですけど、うんうんうん、てかまだ映画館行って見れなかったんですよ。あそうなんですね。なんか今時短であれじゃないですか、6時とかでなんか映画終わっちゃってたから、なんか行くタイミングなくて、それ超見たかったんですよ。それ超見たいよね。だって自分の曲がスクリーンでとかこうエンドロールに自分の名前がみたいな。そう、それ見たかったんですよねって感じ。でもあのかねてからも結構こう海外のアーティストのコラボっていうのは積極的にやってらっしゃる印象があるんですけれども、例えばこう世界に発信するときにこういうこと気をつけてますとか、こういうふうにちょっと工夫してますみたいな。でもあんまりいつもと変わんないかな。さっき の、 その武士道みたいに何か分かりやすい言葉を入れたりとかぐらいですかね、全然なんかやってること変わんないかな、はい、YSP 以降、まあ、武士道以降海外からのリアクションが増えたっていうことはありましたか？あでもなんか DM とかフォロワーとかもやっぱなんか海外の人増えたなっていう印象はあるっすね、いやなかなかだってあんな超人気映画のね自分の名前がそこに連なるっていうのは、いやだから本当まだ実感あんまないんですよね。そっか、まあそれこそコロナでみたいなこともあるし、またこれが自分も海外に行ってとかだと違うのかもしれないですね。本当そうなんですよ。なんか今年も何度か私ウェイビーさんにこうお話を伺う機会があって、やっぱりなんかその海外行きたいねっていう話でいつもね、なんかそうですよ、とりあえず行きたいですね。ね、本当ですよね。今一番即座に行きたい場所ってどこですか？アメリカ？うんうんうん。アメリカのどこか？はい。一箇所、いやもう一回行ったらもういろいろ回りたいですね。あ、そうだよね。LA でちょっとゆっくりして、ニューヨークとかアトランタで制作もしたいし、はいはい、もうとりあえず行きたいっす。とりあえず行きたいっすね。これまでにアメリカ実際に行って、あこんなことが起こるんだ、めっちゃミラクルみたいな、そういう経験ってあります？でもミラクルしかないっすよやばい、ミラクルしかない。なんだろう、コンビニで、コンビニの外でタバコ吸ってたらウィージー来たりとか。あプロデューサーの、はい、やばいね。でもそれをさすがウィージーだって分かるのがすごくないですか？いやもう明らかに車やばい車来て、なんだなんだって思って見たら、なんかウィージーって、はい、とか、でもやっぱ LA とかって分かんないですけど、俺もそんなめっちゃ行ってるわけじゃないから、分かんないですけど結構普通にいろんな人いません？うんうん、普通に。なんか多分渋谷とかも、まあ、ちょっと私とかも慣れちゃって良くないなと思いますけど、いろんな人が
いるじゃないですか。クラブ一軒行っただけですごいアーティストの方いらっしゃったりもするから、うん、なんかそれのすげーバージョンが LA っていう感じはしますよね。確かに。だしみんななんかその誰かいてもあんま気にしてないっていうか、なんか軽く声かけて終わりみたいな。なんかほんとそこら中にいるし、タイダラサイン釣り朝ジョギングしてたりとか。へーすごっ。結構なんかほんと いて生活してるだけでいろんな人いるしね、はい。でも今年はご自身の作品もそうだけど客演もめっちゃ多かったなって。そうですね、思います。たまたまなのか、はい、すごいいろんな方から誘ってもらって、うん、全部やりたいっすってやって。おーすごい。ちょっと失礼な質問ですけど、はい、断る時もあるんですか、客演をオファーが来て。そうですね、それはやっぱ自分のその時のスケジュールだったり、うんうん、その自分のなんだろう、ブランディングじゃないですけど、その動きとか考えて、はい、うん、まあ、条件合わなくて、うんうんうん、その時はできないとかいうのは全然ありますね。そっかそっか。今年その客演のプロジェクトでも何か印象に残っているものはありますか。そうですね、でもやっぱ今年一発目に出したバッドホップと X とやったフレンズがなんかやっぱ今年の始まりって感じがすごい自分の中でして。確かにあの曲も、まあ、バッドホップの皆さんもこれまであまりね客演って全然やってきてなくて、うん、でそれでこう、ね、ご自身たちのデラックス版でいろんなゲストの方が参加してましたけど、うんうん、そこに JP ザ・ベイビーさんとレックスさんを呼んで、ああやってこうしかもフレンズっていうタイトルで、うんうん、あのリミックス作ったのすごく胸が熱くなりました。うんうん、いや本当楽しかったですね、あれ撮影も。ああそっか、ミュージックビデオもまさにみんなで撮影してましたけど、うん、なんかあのリミックスはどういう風に声がかかったんですか。ワイザーかな、はい、でまあそう、まあお願いっていうかその連絡が来て、はい、でもバッドホップも、うん、俺も同じジグさんのところでレックしてて、はい、で結構ワンツーで返してって感じだったですね。でも確かに JP The Baby さんって1曲書くのってワンバース書くのってどれぐらい時間かかるんですか。あでもそれは結構本当日によるっていうかその時によるっすね。書けないって思ったらもう書かないっすね。へえ。結構あんま絞り出せないっていうか。あそうなんですね。スパッとやめちゃうっすね。そうなんだ。じゃあそのままじゃあ送り返りになった曲とかめっちゃあるんですか。めっちゃあると思うんです多分。へえ。もう1行2行ってああ違うみたいな。へえ。逆に今日書けるわみたいなのってなんかどういう時ですか。やっぱテンション上がってる時なのかな、うん、服買ったりとか。わこの間なんだっけ、はい、この間なんだっけ、なんか全然最近書けねえみたいな言ってて、はい、渋谷のカフェでチキン&ワッフル食って一曲書けた時あったんですよ、うん、すごい。だから結構シンプルに何だろう、そういうのが満たされたらスイッチ入るみたいな。何だろう、やっぱチキンワッフルってやっぱ日本だとあんま食べれないですか。そうですね、まあ、それこそね LA とか行くとね、そういうメニュー普通にありますけどね。その気分を自分で取り込んで、そっか俺は今 LA で食べてるんだみたいな。そうしたら書けたっすね。へえ。何か前も確かヴィトン、何かレコーディングの時にヴィトン行って買い物してみたいな。結構だからレコーディングの前買い物行ったりするっすね。そうなんだ。でも今年そうね、今年を振り返ってでもずっと制作してたって感じはありますか。そうですね、上半期は結構ずっとやってたかもしれないですね、うん、EP も出ましたもんね、はい、じゃあ、うん、ツアーもあり制作もあり充実みたいな。そうですね、うん、今年は去年に比べてすごい楽しい1年だったなって感じがするっすね。去年やっぱちょっと停滞した感じがあって、うん、で JP ザ・ベイビーさんとしてはこうどうやって自分の気持ちとか環境をこう前みたいに戻すっていうか立て直すっていうか、なんかどうやって自分のエンジンをさらにこうつけていったのかなって思うんですけど。でもまあ世間的にもなんかどんどんなんかそのなんだろう、緩くじゃないですけど、はい、そのなんかまあ感染してる人も減ってったりとか、うんうんうん、まあ、普通に出かけれるようになったりとかなってから自分も徐々に戻っていったんじゃないですかね。うーん、結構もうズーンってなってました去年。うーん、まあズーンってそこまでなんだろう、鬱みたいなそういうあれじゃないですけど、はい、まあ単純に毎日つまんなかったじゃないですか家にいなきゃみたいな。うん、はい、だからなんかね、あんな時に多分俺あんま曲書けなかったし、うんうんうん、
あでも AB テープ2は、はい、あれだ、それでも全然遊び行けなくて、はい、結構もうたまりにたまった時に、うん、バーって作ったやつですね。そうなんですか。実際制作期間っていつ頃になるんですか。あれいつだっけ、今年秋ぐらい、去年の秋冬冬とかかな。あそうなんだ。じゃあちょうど1年前ぐらいに作った曲たちっていう、うん、そうですね。客演の人たちもその時じゃあ自分で声かけてみたいな。そうですね。そうだったんですか。レックスさんとか、うん、あでもワイザー君との波とかも去年ありましたもんね。ワイザーとは波作る前にも一曲作ってるんですけど、うん、それはまだ撮っておいてあります。おお、そっか。え、待って っ, ってじゃあでもそういう今撮ってる秘蔵の音源っていうのは結構ありますか。ちょいちょいあるですね、うん、その、うん、出す予定のやつは。そうなんだ、はい、そういうのをさ、この曲はいつ出すっていうのはどうやっていつも決めてらっしゃるんですか。チームとかみんなで話したり、うん、まあその客演とかでも曲をリリースしたりするし、はい、まあ、そういうの考えながら、バランス考えながらですね。そっか。じゃあ波以外にワイザーさんと撮った曲がいつか聴けるかもしれない。聴けるかもしれないです。もしかしたら聴けないかもしれない。そっか、そのままね、iPhone の中に眠ってるみたいな、うん、ちょっとじゃあその辺も楽しみにしつつ、はい、来年聴かせていただきたいなと思います。ぜひぜひ。はい、というわけで、JP The Baby さんにお話伺ってまいりまして、後半も、いろんな質問していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。